はい、どうも皆さん、お疲れ様です。アーマードコア6ファイアーズオブルビコン、やっていきたいなと思います。前回からの、ミッションのね、1周目の方をねずっと今やってるところなんですけども、2周目もねぼちぼちずっとちょいちょい進めてはいるんですけども、まずはですね1周目の方のストーリーの方をねしっかり追っていきたいなと思います。今回の方は、地中探査深度1を前回、クリアすることがしましたので、地中探査2ですね、ウォッチポイントアルファ深度2、大深度地下施設の、探査継続および最悪到達敵の撃破に応じて報酬を加算、こちらのね、ミッションをやっていきたいなと思います。まあ、すでにランクは 2D ついているんですけど、これちょっとねボス戦というか、いろいろここ結構大変なところなので、事前にちょっとロケハンしたので本当にね、ちょっと初見じゃないんですけど、まあぜひね、あのストーリーを皆さんと一緒に楽しんでいきたいので、今回ブリーフィングの方を確認していきましょう。621、仕事の続きだ。深度2の探査を行ってもらう。この区画は横にも広く、物資輸送のための線路が張り巡らされている。複雑な道中には物陰や死角も多い。強所での戦闘に備えておけ。レイン、こちらからもお伝えしたいことが。先行して突入したベイラム部隊の通信ログを拾ってきたのですが、どうやら彼らは施設調査ではない任務を帯びているようです。脅威はガードメカだけではありません。人の思惑にも注意を。なんで人の思惑って。よし、じゃあ行きましょう。アセンブルの方はね、今回もこちらで行きたいと思います。VP422 の足に、アーキバスのシュナイダーの軽量パーツ、そしてここ上を2つですね。で、肩が、こちら6連プラズマライフミサイル2つ、そして、リニアの、レザーライフ、リニアライフですね。今回はこちらを持ってきているので、今回もこの方式でいきたいなと。ジェネレーターは結構ド定番のものを持ってきているので、結構まあ使ってる人は多いかな。で、あと FCS は、こちら第2世代の、ものですね。こちらと、ブースターはね、結構引き打ちするんで、あの推力が高いものをちょっとチョイスしてます。まあ、クイックブーストっていうよりかは、ブースト状態にして移動の時間をね、なるべく上げたいっていうことで、今回こちらのね、VS 使ってます。以降の深度では広域レーダーによる情報支援はできん。621、お前の感覚に頼る形になる。さて、果たして何が待ち構えているのかって感じなんですけども、最近はね、このアセンブルでほぼ行ってますね。特殊なミッションじゃない限りとか、 AC 戦とかも全然これで僕は行けるので、意外とね、この戦い方がすごいハマってますね。まあ、6連プラズマライフルが強いんで、まあ、ちょっとエネルギー負荷は高いですけど、全体的にね。リニアのライフルとか使ってるんで、2丁持ちで。重たいですし。でも、引き打ちして使うぐらいだったら、全然ね、戦いやすいんで。この2丁持ちのライフルの強さよ。何がいいかってね、あの衝撃力とそれのね残る残留の衝撃力が高いんで、多少ねこう押し込んでも全然ね使えるんですよね。まあ、ちょっと今回このミッション初見ではないので、ある程度ルートとかはね分かってはいるんですけども、まあまあまあ、やっていきましょう。ベイラムグループ。随分人の思惑がどうやら入り組んでるようだからな。その辺は注意しないとな。で、制御盤の関係、これで通電を復旧できます。OK。で、リフトが取れるかな。リフトを起動しました。上階に戻りましょう。
リフト向こうだ。隣だ。確か。あったあった。よし。ここだな。アクセスしてみてください。この先は熱交換室です。先行したベイラム部隊の通信ログはこの付近に途切れています。なるほど。待ってたぜ。うわ、ガンスファイビーガス。痛いね。やばい、弾がね、直撃に狙いたのに。からね、イーガースアリーナでも結構強かった印象がありますね。ガンズ5イグアスが襲ってきたかがちょっと理由がよく分かってないからな。まあいいだろう。先に進もう。おお、なんだりゃ、危ねえ。流れ弾飛んできたぞ今。なんだあの機体はよ。あぶねえ。行って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 。そったれが逃げやがってよ。でかいでかい姿であんなすばしっこいのか。防衛プログラム全部2点を。あぶねー。侵入者の重要区画接近を確認。あぶね。封鎖兵器マジで厄介だ。わかんない。によると終点はこの先です。リロードを探しましょう。システムに侵入し爆撃を開きます。よし、この下かな。こっちじゃないね。制御室、制御室。エイム、換気ダクタを探しましょう。はい。地下施設である以上どこかに必ずあるはずです。コーレの発言を出すことです。私もきっと例外ではないのでしょう。先に進むことは少しだけ早いのです。ここか。換気ダクタを確認。制御室へと通じているようです。あぶね。
危ねえ。やったか。よし。リフ。621、順調に進んでいるようだな。一人手作りとは思えん。嗅覚でも備わったか。嗅覚は備わったかもしれないな。よし、サプライ。よし、ここが最悪か。よし、行こう。封鎖区域への侵入者を検出。防衛プログラム、レーズ 3.0。 なんだこいつは。いかちいなこいつはな。あぶねえ。ちょっとリロードリロードリロード。よし。危ない、危ねえ、マジで痛え。こいつ強えんだよな。危ねえ。よし、野郎だなこいつ。思わず無言になっちまうぜ。あ、ちょっと。弾よく見てねえで言ったら、スタッカー取ったり弾切れになってた。痛い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 。いっつー。これ本気モードってか。危ない。え、で、で、で。ええな。いやー結構ギリギリだよこれ。いけ、よし。もうこいつは嫌いだ。あー、いや、いってー、ギリギリだ。完全停止を確認。次の進路についてはウォルターにも情報があるはず。なんて野郎だ。ひとまず休息を取りましょう。いや、めちゃめちゃしんどかった。よし、まあ、クリアはできたから、クリアはできたからね。オッケーオッケー。これはランクエストの大変だな。いやー、しんどかったっすね。まあでも、楽しい楽しい戦闘であることにはね、変わりはなかったんで、めちゃめちゃ面白かったですね。
はい、というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回は無事にね、深度探査ですねにクリアすることができましたので、次回は地中探査深度3の方をねやっていきたいなと思いますんで、楽しみにしておいてください。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。